皆さんお茶。ということで、本日もね、やっていきたいと思います。で、今日はですね、ドジャース情報もそうですけども、またね、FA 情報とか、あとは今後の日程というか、まあ、FA になるまでにどういう形でね、えー、あと何日あるとか、えー、こっから QO を出さないといけないとか、それを受ける期限はいつとかね、いろいろとあるので、まあ、その辺もちょっとね、紹介しつつ、 あとはですね、この後、各、まあ、表彰的なね、ものも残ってますので、MVP とかね、そういう形のやつが、それがいつ発表なのかっていうのをね、えー、ちょっと出ておりますんで、えー、その辺も含めて今日はね、やっていきたいかなと思いますね。で、まず今日ですね、日本時間の、まあ、午前3時あたりからね、ドジャースの、えー、優勝パレードがね、行われて、 で、結構ね、え、YouTube の方でも、MLB 公式側も、ライブ配信したりとか、まあ、他でもいろいろとやってましたので、皆さんも、どこかでは見れたのかなと思うんですけども、まあ、ちょいちょいなんか、選手も映るっていう感じですか、パレードはね。あんまりこう、翔平もがっつりね、ずーっと抜かれているって感じでもなくて、まあ、僕が見てた限りはね。あとはやっぱり、こう、引きでね、バスを映しつつ、 ファンがたくさんいるよっていうのも映しつつみたいな感じで、まあ、そんな感じでしたかね、パレードの様子というのはね。だから、シンプルに将平をこうずっと見たいなっていう感じの方はね、パレードのね、えー、やっていた時間と、あとは放送されていた時間からするとね、うん、そんなに映んなかったかなと思いますけども、まあ、デコピンもね、一緒にいたりとかね、奥さんも一緒にいたりとかしましたけどもね。ま、あでもすごい人でしたね、やっぱり。盛り上がりもすごいし。 なんか、ああいうのもやっぱ体験してみたいなと思いますけども、ね、なかなか現地に住んでいたりしないと厳しいというかね、そういうのもあると思うし、あとはドジャースタジアムにね、えー、向かってからの、まあ、そこでのね、セレモニーというか、あれも非常にね、えー、感動するものもあったしね、で、そこでもかなり盛り上がってたんで、いや、やっぱりね、あれもちょっとあそこの場にいてね、見てみたいな、みたいなことも思いましたけどもね。 で、スピーチもね、翔平にもこう回ってくるだろうなとは思ってたんですけども、どういう風にやるのかなと思ったら、英語でね、スピーチをね、しましてね。まあ、そこもね、素晴らしかったのかなと思いますね。で、吉野はね、本当に一言だけみたいな感じにはなりましたけども、でもそれでも盛り上がってたからね、良かったのかななんて思いましたね。 あとはですね、テオヘルとかカーショーとかね、感動のスピーチもありましたし、まあテオヘルはドジャースに残るためにね、全力を尽くしたいっていう感じで言ってましたのでね、まあ、そこがね、どうなるのかなっていうのも、まあ注目かなと思いますし、カーショーはちょっとね、情報としては手術するっていうことが出てきておりまして、2箇所手術必要ってことで、左膝の半月板を修復するのと、あとはですね、その、 今年復帰するっていうところでこう問題になっていた骨曲の部分を含む左足のあとは測定の剣かなんかを断裂しているのと関節炎も含んでいるみたいなことがねあるらしいのでそっちの手術がちょっと複雑になるんではないかみたいなことらしいんですよねだから、えー、半月場の方はすぐにね大丈夫だろうっていうことなんですけどもそっちのもう一方のね足の裏とかまあその辺の え、手術の方が複雑で、そっちが問題かなっていう感じですかね。ただ、まあ、来シーズン戻ってくるってことは言っておりますし、で、開幕に間に合うかっていうのはちょっと今のところ、やってみて、どの程度回復するか、早く、によってっていうことなんで、まあ、ちょっと開幕は難しいのかもしれませんけども、状況によってはね。 ただまあその部分のね、2箇所を手術して来シーズンもね、戻ってくる予定であるという感じですね。で、今のところそのプレイオプションを使って残るのか、それを使わずにまたね、契約をするのかっていうところは未定ですけども、まあ、とりあえずは戻ってくる予定であるというカ所ショですね。 で、あとね、デコピンが先ほどいたっていう話もしましたけども、まあ、今日思ったのはね、やっぱり、お利口だなというかね、しつけがしっかりとされてるというか、完全にというか完璧に、うん、っていうのは感じる部分はやっぱりありますよね。あの、子宮子宮もちゃんとね、こなしたっていうのももちろんね、すごいなっていうのあったわけですけども、やっぱりアメリカで犬を飼うっていうのの、その感覚というか、日本とはやっぱ若干ね、そのしつけをしっかりとして、 まあ家の外に出すというか、まあ人とね、他の人と触れ合う可能性があるっていう感じの場合はですよね。本当に完璧にしつけてないとみたいなところが、まあ全てではないと思うんですよね。全ての人がちゃんとやってるかわかんないけども、割と日本とはやっぱその辺のしつけの感覚が違うというかね、っていう感じがして。で、アメリカって基本的に、まあスーパーの中とか、 まあ、ショッピングしてるねお、お店の中とか、ワンちゃんがいたりするじゃないですか。だから、日本だとあんまりね、えー、そのままいるってことは考えづらいというか、日本でもね、割と最近ドッグフレンドリーっていうことが書いてあって、まあ、カートとか、何かしらに入ってれば入ってもいいですよってお店の中にね、というのは増えてきてる気がするんですけども、アメリカだともうそのまま歩いたまま入ってくるので、 まあやっぱりそれはちゃんといろいろなしつけができてないとね、物を壊したりとか、そこでトイレしちゃったりとかってすると大変なことなんで、だからやっぱりその辺も含めて、あとは当たり前だけど人を噛まないとかね、そういうのも含めてしっかりとされてるっていうのが、まあ向こうのね、犬を飼うってう感じの印象なんですけど、個人的にはね。やっぱ完璧にされてるんだなっていうのと、あとあんだけ人がいたりとか、まあ多分知らない、 初めて会う人とかもいる中で、いきなり触られても、全然なんか平気な顔してね、えー、それでその人の顔を見てみたいな感じでしてるから、やっぱり彼もね、しっかりとしつけられてるし、すごいなんかお利口だなって思うし、あんだけの、まあ普通に考えるとね、犬からすると異次元な人が目の前にね、現れているような状況の中とか、まあ多分、すごいね、えー、声援が送られている中でも、えー、普通にしてるんでね、 そこもなんかすごいなと。まあ、犬をこうね、えー、飼ってる人間からしてもね、なんとなくそんな感じで、えー、思ったという今日のね、デコピンの様子でした。という感じでですね、ドジャース関連の今日のね、あの、優勝のセレモニー的なところの話はね、これで以上となりますね。続いてですね、FA の話とか、まあ、FA に関連する話とかをね、していきたいと思うんですけども、 まず、こっからの予定ということで、あの、ワールドシリーズ終了してですね、5日以内は、まあ、違うチームというか、えー、他のチームと交渉はできないわけでして、今いるチームとの、まあ、独占みたいな感じの期間にはなるんですけども、基本的にはここで決まるってことはあまりなくて、まあ、大体の人は1回増えになるという感覚ではあると思うので、まあ、それが、えー、現地の11月の4日の午後5時、まあ、イーストタイムですかね。 東海岸の時間で午後5時に、えー、まあ解禁となるという感じなので、だからまああと3日ぐらいで解禁という感覚でいいのかなと思いますけども、まあそれまでは他のチームとは交渉がね、できないというか、契約ができないね、感じにはなりますね。で、あとオプションをね、持ってる選手とか、えー、クラブオプションがね、ある選手とかもいますけども、そこもワールドシリーズ終了後5日以内に決めないといけないということで、 昨日もそうですし、今日も、まあ使うのか使わないのかみたいなね、決定が下されている選手が、まあ結構出てきておるんで、ドジャースもだからカーショー、あとはバーンズ、ロハスですね。だからバーンズとロハスはクラブオプションなんで、ドジャースが使うかどうなのか決めるという感じ。で、カーショーはプレイオプションなので、自分でどうするか決めるという感じにはなるけども、 それもだから11月の現地の11月4日までなのかなと思いますから、そこまでにとりあえずどうするのかが決定されると。で、あと QO ですね。クオリファイングオファーもワールドシーズン終了後5日以内なので、まあ、テオヘルとかね、出されると思うんですけども、その他、まあ他のよう、ね、な FA になる選手もそうですが、全体としてね。で、それがまあ5日以内に出されまして、選手がどうするか決める期限が11月の19かな。 の、えー、午後4時までということなんで、まあ、大体これ QO、基本的には有名選手は QO 出されても、それはね、まあ、受けないで FA になるっていう方が多いですから、まあ、ボーダーでその1年でその金額でやるっていう選手もね、もちろん、ま、いるんですけども、それは誰に提示されたかによってにはなってきますから、テオヒルは例えば提示されても、えー、受けないで FA になるって複数年契約っていう方向性だと思いますんでね。 まあ本当にドジャースに1年契約でも残りたければそれをね、提示されたら受けてもいいんですけども、さすがにそれはないと思うので、まあテオヘルでもこう、提示されたらまあ、そのままね、FA になると思いますけどもね。まあそれがとりあえずえ5日以内に出されて、選手は11月の19日までに決めると。で、あとはノンテンダーですね。まあ球団として、あの、調停持ちの選手で、給料がまあ増えるわけですけども、 それがまあちょっとコスパが悪いなとか、その給料で彼を残せないなみたいな話になってくるとノンテンダーってしまして、その選手がまあ FA になるので、その期限がまあ11月の22日までかな。あとはルール5ドラフトっていうのがウィンターミーティングの最終日でしたっけに行われるような感じになるので、それが12月の11日ってことで、えー、今年は出てますけども、mlb.com の方に。 なのでまあ今言ったざっとした感じですけどもこれが今後の流れというかまあ基本的にはそのねワールドシリーズい終了後5日以内みたいなことが多いんですけどもまあそれで増えになったりとかオプション使われてまあ残ることになったりとかっていうことも決まりつつあとはね QO を誰に出すとかがね決まりつつっていう感じになってきますねでトレードは昨日ねあのエンゼルスもやってましたけどもワールドシリーズが終わった後トレードはもうできるという感じなので あとはもうその FA が完全にね、解禁ですよっていうところをちょっと待って、で、誰かが決まり始めていく。まあ、すぐに決まるっていうわけじゃないかもしれないけども、まあでもその決まる可能性は出てくるってことになるので、他のチームがね、交渉できるから、それがまあ11月のね、現地4日になりますんで、あと3日ほどね、えー、ちょっと待ってっていう感じにはなってくるかなと思うんでね、またそれが解禁されれば、えー、情報もね、どんどん増えていくかもしれないし、 まあ面白くなってくるんではないかなというふうにはね、期待したいですね。そしてそのね、オプション関係で言うとですね、えー、まあ今日も結構ね、オプトアウトするのかとか、えー、プレイヤーオプションを取るのか、チームオプションを取るのかとかっていうことが出てきまして、まあ、結構いっぱいあるので、ちょっと大まかなところというか、えー、まずスネルはオプトアウトして市場に出るような形になるという決断になりまして、 で、あとはダイヤモンドバックスがスアレスの15ミリオンのね、クラブオプションを取るということらしいので、まあ、通常であればというか最初の方であれば取らないんじゃないかって感じだったけども、まあ、後半の活躍とかですかね。まあ、それによってということでしょうけども、15ミリオンオプションを取ったと。で、あとヤンキースはですね、ウィーバー、クローザーとして最後の方、最後の方というか途中からね、 ホームズがちょっと調子を崩した後、彼がこう入ってきまして、普通に買いまたぎとかね、うん、まあ2人が当たり前に投げるとか結構やってましたけども、彼のクラブオプションを2.5ミリオンでね、取ったということで、まあこれはお安いよね。まあこの活躍が続くのか知らないけども、まあこの活躍が続くのであればお安い、まあオプション。ただ、まあ彼もそのね、ずっとこう活躍してきてみたいなことではないから、まあヤンキスに来て良くなったっていうところもあると思うんでね。 まあそういう選手結構、ホームズもそうだと思うんだけども、あんな感じでこうね、クローザーで活躍するっていうね、形でやってたわけではなかったと思うんですよね。ヤンキースに来てっていうこともあるんで、まあそういう面では、えー、ちょっとリリーフのそういうところとかもね、ヤンキースは上手いのかもしれませんけども、とりあえず、ウ、え、ィ、ー、ーバーの2.5ミリオンを取ったと。あとニック・マルティネスが12ミリオンのですね、プレアオプションを使わないという選択。で、レイズがブランドン・ローの 10.5ミリオンのクラブオプションを使ったとで。あとはホワイトソックスがスタッシーですね。元エンゼルスにいたスタッシーですけども、えー、彼のですね、クラブオプション7.5ミリオンっていうのがありましたが、まあ残念ながらもちろんそうなるだろうとは思ってたんですけども使われないと。で、あとホスキンスが18ミリオンのプレイヤーオプションを使うという感じにはなったという話で、まあその他もね、えー、ちょっといろいろとありますけども、 大まかなところはこんな感じかなという今日のオプションを使うか使わないかみたいな、まあ選手、球団え、こんな感じにはなってますね。続きまして、ここからですね、FA の、まあいろいろとやっぱりね、記事も解禁がね、えー、間近に迫っておりますんで、各ところでね、出ておりますんで、そちらを紹介していきたいと思いますけども、やっぱりですね、あのー、ワールドシリーズが終わったので、まあどん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 その、とりあえずの最初の予想とか、とりあえずのランキングとかね、 そういうのが、まあ、いろんなとこから出てきてますんで、一日でいっぺんにやっちゃうと、まあ、動画も長くなるし、まあ、大変なことになるので、ちょっと、まあ、今日出てたものも明日にずらすとかねして、ちょっと徐々にね、紹介していけたらいいかなと思うんですけども、とりあえずはですね、今日は mlb.com の方の、まずトップ25のフリーエージェントということでね、出ておりますんで、で、その選手と、あとはどこが可能性が高いのかっていうのが出ておるんでね、そちらを紹介していきたいと思いますね。 で、まずですね、ランキングのその順位的には大体同じような形にはなってくると思うんですけども、まあ若干ずれるところもあるけども、上位どころはね、えー、ほぼ同じような感じにはなると思うんですけども、まあ各ね、報じられてるところによって、どこのチームがっていうのが若干変わってきたりするからね、まあそれはそれで面白いかなっていう感じでしょうかね。で、まず1位がソットですね。 まあもちろんどこも多分彼が1位なのかなと思うんですけども、業界関係者の大半はですね、少なくとも10年で5億ドルの契約になると予想していると。10年で5億ドルだと年俸50ミリオンですからね。十何年で5億ドルからみたいなことだと思うから、まあこれはちょっとわかりませんけどもね。まあ今は本当に5億ドルとか6億ドルとかで7億ドルとか出てますけども、まあそこまではいかないかなと思うんだけども、 ただ、10年で5億ドルの契約になると予想しているということは、まあ一応書かれておりますね。で、えー、可能性が高い契約先としては、ジャイアンツ、メッツ、ヤンキースということでね、出ておりまして、まあメッツ、ヤンキースはもちろんね、含まれておるけども、ジャイアンツ、ここもね、まあお金はね、払おうという感じはあるんですけども、来てもらえてないっていう現状ではあるから、金額としては結構こう、乗せるかもしれませんよね。ただ、また来てもらえるかどうなのか問題っていうのもありますし、 まあそこの勝負なのかなと思いますけども、お金自体は払う用意はあるのかなっていう感覚はありますけどもね。で、あと、今日のニューヨークポストの方に、その外がどこに行くという予想をですね、まあまたオッズでね、出てるわけですね。だいたい何でもこうね、かけられるように、まあ、なってましてね。去年だったら昌平の、まあ、どこに行くんだっていうオッズがね、かけでこう行われていてね。まあその辺もありましたけども、まあ今回は外のね、つが出ておりますけども、 まあ一番、こう、可能性が高いとされているのがヤンキースに残る。で、その次がメッツですね。ここが、まあ、二強っていう感じの、まあ、オッズにはなってるのかなと思っていて。で、その後、若干開いて、ドジャースがいて。で、その次はカブス、ブルージェイズ、ナショナルズ、ジャイアンツ、レッドソックスなんかね、えー、感じになってますけども。 だからカブスからはちょっと可能性がね、だいぶ違ってくるという感じのかけオッズにはなってますけどもね。だからまあ割とヤンキース残るのが優勢なんじゃないかっていうのと、まあそれじゃなきゃメッツが取るという感じがね、予想としては、えー、されているのかなと思いますね。で、もしかしてっていう感じでドジャースにかけとけばオッズ的にはちょっとね、えー、いい感じなので、まあ美味しいかなっていう感じもあるのかもしれませんね。 っていう感じの、まあ、やっぱり、ファンの中でのオッツとしても、三強なのかなっていう感覚で、ニューヨーク勢がやっぱり優勢という感覚なのかなというところが、まあ、見れるかなと思いますね。そして2位がですね、コービーバーンズですね。まあ、こちらも、まあ、大体2位にはいるかなと思うので、まあ、彼の年俸というか、総額がいくらになるのかなっていうのはね、えー、気になってきますけども、 まあもちろんなんか30ミリオンの年俸とかね、その辺が言われているから、あとは何年になるのかっていうところだと思いますけどもね。で、えー、フィットする部分としては、メッツ、オリオールズ、レッドソックスですね。まあオリオールズがまあ含まれているっていうのは、やっぱりその新しいオーナーになったから、今まではそんなにお金をね、継ぎ込んでいくというか FA にぶっこんでいくっていう感じではなかったわけですけども、それがオーナーが変わったことによってちょっと違う方向に行くかもしれないのと、 で、今までやってきた、こうね、ドラフトで取った選手、若い選手とかを育ててきて、今はね、結構いますから、そことの融合で、かなりいいチームが作れる可能性もあるよねっていうことだと思うんですね。お金を使うのであれば。だから、それが注目されている部分もあるかなと思うんですね。今年のその FA。だから、こういうところにオリオールズがね、突っ込んでいくっていうのは、まあちょっと違う意味であると思うんで、面白いかなと思いますね。 で、先ほどオプタウトしたということになったね、ブレイクスネルね、3番手ということで出ておりまして、可能性が高いとされるのはジャイアンツに残るか、パドレスか、レンジャーズという感じにはなっておりますね。まあ、スネルも出遅れたというか、その、契約するのが遅くなっちゃったんで、出遅れた感はありましたが、後半はね、上げていきましたので、そこではやっぱりね、力を見せつけたということにはなるんでね。 ま、一回、また FA になって、えー、チャレンジするというかね、試すということにはなると思うんですけども、いい契約が出るのかっていうところとね、どの程度の、まあえー、年数もらえるのかっていうのが注目されるかなと思いますがね。ジャイアンツとまた、より良い契約で残るみたいな方向性の予想が強い気がしますけどもね。でも他のチームもピッチャーが欲しいのであれば、えー、参戦してくるかなと思うので、まあ、そこも注目と。あとは4番手がブレグマンですね。 彼はどうなるんでしょうか基本的にはなんかアストロズが頑張って残すのかなっていうところはありますけども、えー、可能性がね、高いというところはアストロズ、ダイヤモンドバックス、マリナーズとなっておりますね。ただ、えー、ダイヤモンドバックス、スアレスを残したわけですもんね。で、彼ってサードだっけ確かね。 だから、まあそこはどうなのかなって思うので、まあ、大体はアストロズっていう予想になってくるのかなと思うんだけども、金額面でアストロズがどの程度出すのかっていうのはあると思うし、で、ブレグマンも残りたいけども、まあ他でいい契約のでかいのが出てくればねっていうのもあると思うので、まあそこがね、その残りたいっていう思いと、いいね、オファーっていうのをどっちを取るか、まあ差が開けば開くほどね、えー、そのいいオファーの方に行くでしょうし、 あとは微妙な差でアストロズの方が安い場合どうするのかっていう感じにはなってくると思うんですけども、アストロズもこう再契約をね、狙っていくというか、チャレンジはしていくっていう話だから、まあそこもね、どうなるのかっていう話ですね。続いてマックス・フリードが5番手ですね。で、可能性が高いとされるのがカブス、パドレス、レンジャーズということでね。まあここはね、ちょっとドジャースは含まれてないんですけども、他のところだと含まれてたりするんでね。 まあもちろん、こう、3チームだけが狙いに行く可能性があるっていうわけじゃないから、とりあえず3チーム上げるのであればっていう感じなんでしょうからね。まあ普通にそれ以外も狙いに行くチームはね、あるし、まあ人気のある選手なんかは他にもね、まあ5チームとか6チームとか8チームとかっていうところになってくるから、まあここに入ってないからといって、他のチームがないのかっていうとそうではないので、 ま、ドジャスも狙いに行くのであれば可能性はね、もちろんあると思いますしね。まあ、左ピッチャーでっていうことなんで、まあ、市場でね、えー、ま、左ピッチャーで、で、30ミリオンまではこう年俸としてはいかない可能性があるんじゃないかなということで、20ミリオン台で取れんじゃないかなと思うので、まあ、予想をね、してるサイトによっては30近くみたいな予想になってるところもあったんですけど、29ミリオンかな。ただ、 もうちょい安いのかもしれないから、まあ、それだったら結構いいのかなっていう感じでしょうかね。そして6番手はですね、サンタンデアということで、まあ、イア州ですね。まあ、彼もね、ちょっとこう人気どころっていう感じにはね、なってるのかな、ガイアでね、っていうふうには思うんですけども、移籍先としてはカージナルス、ガーディアンズ、フィリーズが挙げられるということで、 まあパワーヒッターのコーナー外野手を求める球団も、えー、数多くあるんで、まあどっかにね、映る可能性の方が高いんじゃないかということですね。そして7番手はアロンソですね。まあ彼はやっぱりメッツかなと思うんですけども、 え、可能性が高いとされるのがアストロズ、カージナルス、メッツであるということですね。まあ、えー、残るんじゃないかなっていうふうには思うんだけどもね、どうなるのかということと、あとはまあそのメッツもね、えー、外を取るのかとか、バーンズに行くのかとか、いろいろとあると思うので、まあそれを含めて彼に当てられるお金とか、まあ全員取るっていうんだったら別にいいと思うんですけどもね。ただ限られた中でってなると、 まあ、誰かを諦めないといけないし、まあ、そうなってきて、えー、アロンソのね、契約が、まあ、いい契約を出せるのかどうなるのかなので、まあ、なんとなく出しそうというか、まあ、全力で再契約には行くのかなとは思うんだけどもね。まあ、そこはどうなるか注目。で、8番手がアダメスですね。まあ、ショートのフリーエージェントの中ではやはり、えー、トップですけどもね。 ま、そこが、えー、どうなるのかっていうところと、今季ですね、キャリアハイ32ホームランと112打点ですかね、という成績を残した強力なですね、攻撃陣の一員として、で、ショートも守るということになるんで、まあ、ただショートのね、その守備的な指標が今年はね、悪かったんで、そこはどうかなと思うんですけども、ショートが欲しいところとかね、もしくは彼をコーナーに回すとかっていうのもあるかもしれないんですけども、まあ、そういうチームは欲しいよね、と。 で、え、可能性としては、ブルージェイズ、ドジャース、ジャイアンツということで、まあ、こちらやっぱドジャースは含まれていきますので、ショートをね、取るのであれば、とりあえず彼に行くっていうところの可能性はね、あるかなというふうには思いますし、ドジャースがですね、本当にショートをね、強く補強しに行こうとするのであれば、可能性としては彼なのかなと思うので、とりあえず、ロハスのオプション使うのかどうなのか問題っていうのはありますし、あとはロハスね、え、オフに手術するっていうことだから、 ま、その辺もどうなのかなっていうのもあると思うんでね。まあ、とりあえずはそのオプションどうするかっていうところも注目だしね。えー、ショートに、ま、行くのであればアダメスね、どの程度まで突っ込んでいくのかっていうところも注目と。で、9番手がですね、フラーティーということで、まあ、今年はですね、えー、1年契約で、まずタイガースと契約ということでして、で、自分にかけて成功したということですね。で、まあ、ドジャースにも来まして、そのね、中読んで、そのポストシーズンの 最初の当番は良くて、二当番目ちょっと悪かったっていうこともありましたけどもね。ただ、えー、彼もこうね、途中でトレドレ来て、で、その後、怪我人が多発した中でね、支えてくれたということもありますんでね。そして本人も残りたいっていうことは言ってるんで、まあ、それをね、どうするかですね、ドジャースとしては。で、えー、可能性が高いところとしては、ドジャース、メッツ、レッドソックスとね、えー、なっておりまして、まあ、一応ドジャースも含まれておるんでね、 まあ彼もその20ミリオン台のね、契約で、めちゃくちゃ長い契約っていう感じのね、まあ予想にはなってないから、まあちょっとしたって言ったらあれですけども、まあそこそこのね、金額は必要ですけどもね。ただ他と比べれば安いとは思うので、まあそういう部分の範囲内であれば彼に行くっていうのもありなのかもしれないと。 そして10位がタナースコットとなっておりましてね。まあ、リリーバーの左ということで、今年の FA 史上だとトップのね、リリーバーになってくるのかなと思いますけどもね。まあ、防御率もね、ずっと低い感じだしね。まあ、どうなっていくのかということで、まあ、ドジャースにっていう声もありますけども、まあ、ドジャースはそういうところは取らないんじゃないかという声もありますし、あとは可能性が高いところとしては、ブルージェイズ、フィリーズ、ヤンキースという感じのね、予想にはなってるみたいですね。 ヤンキースもね、ウィーバーとそのさっきね、オプション使ったということになりましたけども、ホームズは FA なので、一、まあ、人その縁が抜けることにはなるからね。まあそういう部分もね、補強しに行くかもしれないと、ヤンキースはね。あとはですね、11位がベリンジャーで、可能性があるところはですね、アストロズ、ブレージェイズ、カブスト。ただ彼はですね、オプトアウトするかどうかっていうのがあるんで、まあまだ出てないと思いますから、そのまま残るとなればね、まあ、FA にはならないと。 そして12番目がですね、ビーバーですね。彼も手術したので、えー、どの程度で来季戻ってこれるのかっていうのがあるんで、まあそれがね、とりあえず、まあ契約しておいてっていう感じのチームであればっていうことでしょうけどもね。可能性があるのはガーディアンズ、レンジャーズ、レッツと。で、13番目がクリスチャン・ウォーカーですね。アストロズ、カージナルスレッドソックスの可能性。で、14番目がイオバルディと。 え、彼もオプションがね、先週オプションかななんか持ってると思うんですけども、それによってということにはなりますけども、ブレイブス、オリオールズ、レンジャーズ。そして15位にテオスカ・ヘルナンデスがおりまして、まあ、彼はどうするのかということにはなりますけども、えー、フィットするというか可能性があるのは、ブレイブス、ドジャース、レッドソックスと。あドジャースどうするんですかね。残してくれというか、再契約してくれっていう声が、まあ、今日もね、強く集まってると思うんですけども、まあ、ファンの中でもね、 だから、まあ、ただ彼が本当にそこまでね、残りたいって思っていて、まあ、ドジャースとしては、まあ、割と安い契約か、年数も少なめで、もしくは、また後払いが多いみたいな、えー、契約でいいっていう感じであるのであればね、ね、えー、もしドジャースが提示してね、テオヘルがそれでもいいっていうことであれば、可能性もあるかもしれないけども、まあ、個人的には今年1年、かなり頑張ったと思うので、彼。だから、 まあ市場にとりあえず出るわけでしょうけども、そこでね、いい契約どっか出してくれんじゃないかなと思うので、まあもちろんドジャスにその、まあドジャスがいい契約出すのであればそれはね、彼にとってもいいと思うんですけども、他のチームと同じぐらいのね。ただ、ドジャスが例えば他よりは安い契約、そして年数も少なめの契約を出してきたとして、で、他で年数がまあ1年2年違う契約で、 まあ、総額もね、高い契約がどっかで出てたとして、それだったら、まあ、やっぱそっちを選んでほしいかな、みたいなのありますけどもね、彼にとってというか、今年やっぱ頑張って、で、いい契約を求めるため、まあ、もちろんね、勝つために来たっていうのもあるんですけども、いい契約をね、出てくるために1年頑張ったっていうところもあるんで、まあ、ご褒美というかね、でもって、まあ、このまま引退するぐらいまでの年齢までの契約が出てくれば、 えー、そして、金額的にも高いものが出てくればね、そっちを取ってくれた方がいいのかなと、個人的には思いますけどもね。ただ、あとはそれは彼の選択なので、もし安くてもドジャースにっていうのであれば、ね、そっちを選んでも彼はそれがいいっていうことであればね、それでいいわけですから。ただね、まあ、いろいろとね、家族のこともあると思うから、やっぱりね、お金じゃないって言ってもそういう面もあるし、 でもってね、その選手としての評価が高くしてくれるところっていうのもね、もちろんそちらに行くっていうのもありなので、まあ僕はそういう契約が他で出るのであればそっちなのかなと思いますけどもね。まああとはドジャスが残そうとするのかと、まあ残そうとするのであればどの程度のね、金額を他と比べて出すのかっていうところで、まあ違ってくるのかなと思いますけどもね。だからテオヘルとしてはドジャスが他と同じようないい契約を 同等のね、契約を出してくれたら、まあ、それがね、幸せでしょうけどもね。果たしてどうなるのかという話ですね。そして16番目がですね、ワカーということで、彼もね、えー、プレイアオプションかながあるということなんで、まあ、残るか、えー、不意増えになるかっていう話ですけどもね。可能性が高いとしては、ブルワーズ、オリオールズと。そして17番目がキムさんですね。まあ、彼は、あのー、総合オプションなので、まあ、これは増えになるっていう予想はね、されてますけども、 ただ、肩の手術があったので、そこがどうなのかということで、回復すれば獲得に乗り上げるチームはあるだろうということですね。で、可能性としては、ブレーブス、ジャイアンツ、レッドソックスということで、まあ怪我というか手術なければね、完全に注目度、ナンバー2のショートだったと思うんだけども、まあ怪我があって手術ってなっちゃったので、まあそこがね、まあ悪ければちょっと困るしね、みたいなのあるから、なんか、ちょっとね、敬遠されちゃう部分があるのかもしれないけども、 だから予想として一年契約みたいなところの予想もね、出してる、まあところもあったし、前ね。だからそこもどうなるのかなって感じですけどもね。18番目がエステベス。こちらもね、クローザーというか、まあその後ろで投げるリリーフとしてね、まあ注目かなと思いますけども、可能性はフィリーズ、ロイヤルズ、ヤンキースとなっておりますね。そして19番目がホームズですね。まあヤンキースのクローザーを務めていたりということもありましたけども、 ま、ただね、調子がいいときは、まあ、打てねえな、みたいな球なんですけども、調子が悪いときは、やっぱ、コントロールがね、よろしくなくて、で、あの球も、結構、こう、動くわけですから、コントロールがしづらいっていう面もあると思うんで、それが本当にコーナーにドンピシャに決まっていけば打てない、うん、そんな印象のピッチャーなんですけど、個人的にはね。だからそれが、こう、完璧に見切られてしまうと、フォアボールになったりとか、厳しくなってくるみたいなね、感覚なので、 まあもちろん誰でもそうなんでしょうけども、調子が良ければ打ってないみたいな感じですよね。完全にもう、お手上げだみたいな、ピッチングもする時もあるよ、ということですね。で、可能性としては、エンゼルス、オリオールズ、フィリーズとなってますね。で、20位に菊池雄星がおりまして、彼もちょっと評価が上がってきましたよね、正直。アストルズに行ってからのね、え、高騰っていうのもあるので、まあそういう意味でも、だったら左ピッチャーっていうのはあるかもしれませんけどもね。 そんな感じで、う、え、ま、ー、いこといけば、やっぱりああいうピッチングがね、えー、できるというか、ハマればね、っていう感じだと思うので、まあ、その、以前のシーズンであっても、すげえなっていう時も、ま、もちろんあるわけですよね。ただそれが、ま、どの程度あるかっていう感じで、最終的なシーズンの成績が違ってくると思うんですけども、だから、本当に圧倒するっていうこともね、全然あるんで、それをどの程度こう安定して出せるかみたいな話だと思いますけども、まあ、だから、 そういうのをね、引き出してくれるチームがね、いいのかなと思うし、マアストルズとしてもね、あの、残すっていう方向があるのかわからないし、ただね、彼は残りたいみたいなことも言ってるからね、えー、そこも注目なんですけども、可能性があるチームとしては、レンジャーズ、レッドソックス、ツインズということで、アストルズは入っていないという感じと。で、結構なんかね、予想の、まあ、年俸というか契約、3年契約みたいなのもね、出てきたりしたので、以前は1年契約とかになっちゃってたんですけども、 だから本当にその3年契約とか出てくるんならいいよねって感じですけどもね。まあ果たしてっていう感じですが、そこもね、日本人選手としては注目かなと。で、あとは21位がグレバトーレス、ヤンキースのセカンドですけども、まあこの FA 史上、ショートもあんまいないって感じですけどセカンドもあんまいないってことらしいので、まあセカンドが欲しいチームはトーレスにね、多く関心をね、するんではないかと。で、可能性が高いところはマリナーズ、タイガース、ヤンキースとなってまして、 まあ、ヤンキースもだから、セカンドどうするのか問題っていうのもありますけども、チザム今サードって感じになってるけども、チザムをセカンドやってた時もあったし、で、トレード前はセカンドを守らして、まあちょっとできますよ的なね、アピールもしていたという感じはあったんだけども、まあヤンキースはトーレスがいたから取った後はサードでしたけどもね。だから、まあチザムをセカンドとか、もしくはまたガイアとか、あとはサードとかっていう感じでね、どう使うかにもよりますし、あとは、 えー、オズワルド・ペラザですかね。えー、彼をセカンド、もしくは、ただ DJ もね、まだ契約あったと思うんだけども、でも、あれなんですよね、あんまりセカンド最近、まあもちろんトーレスもいるしね、でやってないっていうのもあるんで、2022年ぐらいは結構やってましたけども、2023年から、まあボルピーが上がってきたりとかっていうのがあって、まあそういうのもいろいろとあってね、トーレスがショートからセカンドに行ったっていうのもあると思うんですけども、まあその関係でね、 DJ もあんまりセカンドもやってなかったりするからどうなのかなっていうのもあるんですが、まあ、えー、残すっていう方向も一応ヤンキースあんのかなと思うけども、その可能性はなんとなく、えー、以前の感じだと低いのかなと思ってるんですけどもね。まあ、トーレスも、えー、カブスとのトレードでね、来て、チャップマンを上げてもらったんだっけな、確かね。で、まあ、その時かなり注目のね、プロスペクトだったと思うし、で、ショートに入ってですね、で、ホームランをめちゃくちゃ打った時期もあって、 まあ、ヤンキースファンとしてはね、えー、好きな選手なんですけどもね、ユニフォームを持ってるし、ただ、まあ、お別れになるのかどうなのかっていうところでそこも注目ですけどもね、なんとなく再契約する可能性低いのかなっていうのは、以前からの感じだと思ってますけども、今年もまあ、あんまり良くなかった時期もあったけども、復活してきてポストシーズンも頑張ったのでね、まあ、どうするのか、ヤンキース的に、えー、そこは注目かなと。であとは、どれぐらいの契約がもらえるのかなっていうのも注目したいなと思いますね。 そして22位がタイラー・オニール、えー。こちらはですね、フィリーズ・レッドソックス・ロイヤルズということで、まあ、外野が欲しいところはね、えー、彼はいいんじゃないかなと思うんですけども、で、いい選手はいい選手なんですけど、結構ね、離脱することが多いっていうのはあると思うので、まあ、その辺がどうなのかなっていうのはあるかなと思いますね。そして23番手がマナイアということで、彼もですね、オプションがありますけども、FA になってまたね、えー、複数年もらうのかなっていう感じありますんで、まあ、 ちょっとしたね、年数でというか、取れるところが取るんじゃないかと。あとはブレイブス、メッツ、レッドソックスとなってますね。そして24番目がマックス・シャーザーということで、マックス・シャザオさんですけどもね。まあ彼ももう一回投げるっていう感じなのか、どうなるのかということですけどもね。まあ大幅な減法となるのは明らかだということですが、まあそれでもですね、ほとんどのローテを助けることができるだろうということで書いてありますね。 可能性があるいうこととしては、ブレブス、ブルワーズ、ヤンキースということですね。最後25番目ですけれども、プロファーですが、まあ、こちらもね、えー、かなりこうお安い価格での、まあ、契約になったと思うんですけれども、えー、結構というか、そこからしたらもうありえないぐらいいい活躍したと思うので、まあ、今年はね、それなりな契約はもらえるんじゃないかということですね。あとはプラスアルファでね、佐々木朗希がね、乗っておりますけれども、 まあこちらもし来るのであればということでね、えー、ドジャース、オリオールズ、ヤンキースが狙いに行くと。まあ、彼に関しては来るのであれば他にもね、多くのチームが行くと思うんですけどもね。まあ、ドジャースが筆頭なのかということですが。でもなんか今日、えー、アスレチックの方でね、ロッテがね、行かせないことになったみたいなのも先に出てたみたいなんだけども、それは定かではないんで、現状ね、わかりませんし、まあ、その記事はね、えー、明日とかに紹介したいと思うんですけども、その、 いろいろな中で、このオフ何が起きるかみたいな予想の記事なんですけども、そこに入ってたんですがね。だから、それも今日やってしまうとね、ちょっと長くなっちゃうと思うので、まあ、先ほど言った通り、明日とか明後日とか、ちょっとずらしてね、えー、紹介していく形にはなるんですけども、まあ、そんな感じのことも書いてありましたが、まだちょっとね、完璧に決まったってわけじゃないんでしょうから、わかんないんですけども、来るのであればやっぱ注目だよねっていうところの、えー、25位、プラスアルファという感じのね、mlb.com 掲載の ランキングですね。FA のランキングになっております。<music> そしてですね、ここから、あのー、この後のですね、11月に入りましたので、まあ、各表彰がね、結構あるんですが、それの日程ですね、紹介していきたいと思いますけども、 まず、11月3日ということで、現地11月3日なので、あさってですかね。ゴールドグラブの方の発表という感じにはなりまして、この前最終のそのファイナリストがね、発表されましたけども、まあ、受賞者が決まるということですね。で、あとは、大まかなところだけにしますけども、11月の8日ですかね、プラチナグラブということで、こちらも本当にそのね、各リーグで最も優れた一人ですね。 が発表されるということになりますんで、今年のね、まあ、守備職人というか、守備のプロフェッショナルというか、が決まるという感じでしょうか。で、11月の12日にシルバースラッカーですね。各リーグの各ポジションで最高の打撃力を誇った選手が選ばれるということなんでね。まあ、だから、翔平もどのぐらいこうね、何をもらえるかっていうのはあると思うんですけども、まあ結構ね、えー、色いろいろともらえるかなと思いますが、まあ一番の注目はもちろん MVP ですけどもね。 その他も結構もらえるんじゃないかなと思うので、まあ今年はいくつね、受賞になるのかっていうところも注目かなと思うんですけどもね。で、そのシルバースラッカーが12日。で、14日がオール MLB チームですね。ファーストとセカンドみたいなことで、まあ、なんでしょうね。ベストナイン的なことですよね。日本で言うとというか、まあそれが選ばれるって感じにはなりますけどもね。で、同じく14日、えー、ハンクアーロンアワードですね。これも、 各リーグで最も優れた攻撃的選手に送られると。で、同じ14日はリリーバーオブザイヤー。そして、同じ14日ですけども、エドガー・マルチネンス賞ですね。まあえー、DH の賞ですけども。まあ、これも、翔平が取れんじゃないかなと思いますけどもね。そして、同じく14日がですね、カムバックプレイヤーオブザイヤーということで、まあ、ちょっと、ま、何かしらがあって、でも戻ってきていい成績を収めたとかね。そういう選手ですよね。 で、11月18日がですね、ルーキーオブザイヤーですね。まあ、こちらも、誰が受賞するのかっていうのもね、えー、注目だし、まあ、ルーキーのこのね、争い的にもね、結構こう、まあ、どっちを選ぶかみたいなね、えー、ところの論争もあると思うんですけども、まあ、今年はね、誰になるのかということですね。で、あとは、えー、11月19日が、マネージャーオブザイヤー、まあ、監督のね、えー、ショーですけども、それがありまして、20日にサイヤング、 そして一番注目される21日に MVP ですね。の発表ということなんで。まあ日本時間だとだから22日ってことになるのかなと思うんですけども。だいたい22日の朝ですよね。に毎回そんな感じで見てると思うんですけども。どうかなみたいな感じでね。まあ去年がですよね。あの、デコピンが登場した、初めて登場した時かな。だったような気がするんですけども。 なんか発表のされ方というか、ちょっとなんか、さらっとやっちゃったみたいなのが去年じゃなかったでしたっけなんかそんな印象あるんですけども。で、さらにね、今年は結婚もしたりしたので、まあいつもはね、一人でこういたりとかしましたけども、で、去年はデコピンがいて、で、今年はじゃあどういう感じでね、カメラの前に、えー、登場して、で、その発表を待つのかっていうところも、なんとなく注目かななんて思うんですけどもね。ということで、 え、とりあえずまあ有名な賞というか、えー、あとはその22日にですね、ハートハッスル賞ってなりますけども、まあ基本的には MVP が一番ね、大きいところであるかなと思うので、そこが一番注目だと思いますけども、この後のですね、えー、まあこれは現地時間になるので、日本時間だと1日プラスしてもらえればいいと思うんですけども、各表彰のね、日程という感じにはなりますね。 ということで今日はこれぐらいで終わりたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、エクスのフォロー、コメントよろしくお願いします。でおりまーす。